こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。安定の神々ですね。はいはいはい、それでは今日も無課金サバカ柴犬丸やっていきましょう。今日行くのはもちろんあそこです。はい、3月のクエストレベル15ですね。はい、まだやってんのけっていう実況者さんはね、多分僕だけだと思うんですけど、まあ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 、そこはね、もう、まあ、許してください。はい、その代わり、楽しませることをお約束します。それでは、シーウルフ&デイトまで挑戦していきたいと思うんですが、パーティー紹介していきますね。はい、リーダーのシーウルフ&デイトナに、スキルチェーン4つ、カミキラー2つ、で、マグニート武器つけておりますね。昨日の動画ね、まだ拝見されてない方にお伝えしておくと、リラチェーン体制って、結構回避できる場面が多いんで、でもその潜在玉ドラの3ターンチェーンっていうのは確定で2回飛んでくるんで、まあまあ敵4回か。まあそれを、まあ、回避した方が、なんか僕的に、なんかその、先へ進めるメリットがでかいんじゃないかと思って、このリラチェーン体制は捨てております。はい。で、こちら、ウィンガンダムゼロですね。はい。聴覚性、浮遊、上限解放、スキルチェーン2つ。で、ダブルゼータ、ガンダムの武器です。で、ガンダムキマリス。ガンダムキマリスに、聴覚性、浮遊、上限解放、スキルチェーン2つ。ウルトラマンゼロの武器ですね。はい、こちらがエリオに変えましたね。昨日からちょっと変えて。はい、エリオに毒目覚め耐性。で、これがね、ウルトラマンの何やったかな、何かのウルトラマンの武器です。はい。これで、チーム HP 強化持ってます。はい。で、こちらがトリッシュですね。トリッシュに上限解放じゃなくて、聴覚性スキルプラス、スキルチェーン2つ。で、HP 強化の最上位のやつを2つと、あと10連ガチャパーつけております。で、こちらがフレンドさんのシールフ&デイトナですね。スキルチェーン4つに、神キラ2つ。で、ウルトラマン、ジードの武器ですね。ウルトラマン武器多めやね、今回。はい。で、バッチは HP プラスでございます。はい、それでは3月のクエストダンジョンレベル14やんけ、これ。はい、3月のクエストダンジョンレベル15、対戦よろしくお願いします。はい、よーしよしよし。僕一発でそのクリアとかできないんで、パーティー紹介と挑戦動画の合間に絶対一本切るんですね。その別撮りするんですよね、裏側をお話しすると。だから、挑戦画面になったら、なんか、最初はさ、昼間でさ、光も照っててさ、そんな状態なのにさ、なんか、昨日動画、いきなりちょっと、人工的な光の色したでしょ？あれ、そういうわけなんすわ。やっべ、これ、ちょっと無理や。いけるんかい？さっきさ、ここでさ、ガブガブ来たからさ、よかったよー。って言っても、マジでもう動画をね、撮る時間がもう、これ、ラストなんですよ、もう、時間的に。動画撮ってる時間的に、ラストチャンスなんで。いや、そこ、ちょっと L 決めよう。はい。L も決まってへん。昨日なんか L みたいな座り方してますねみたいな感じで言ったのに、 L も決められへん。何や今の動き。はい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 、ロックね、ロックねって言ったら、こっちはさえたんや。いやもうほんまさ、なんかなんて言うんやったっけ、名前ナノちゃんがさ、なんで？心の拠り所、え？え、ちょっとそんな、攻撃力アップするなんて聞いてない。ちょっと、ナロちゃん。ナロちゃん。昨日まで優しかったやん。そのままで、その優しさ捨てんといてよ。いきなり、攻撃力が上がったとか言わんといてよ。いや、あ、優しい。ごめんなさい。ナロちゃんは、優しいままで、ここでいらっしゃ。疑ってごめんよ。疑ってごめん、ほんま、ナロちゃん。なんかさ、なんでここに、ごめんなさい。
このクイックが間に合わへんかな。あと1秒足りひんのよね、ほんま。あとさ、1秒足りひんって時にさ、もう試合終了なんすよ。諦めたらそこで試合終了なんですけど、物理的にちょほんまにもう、なんでこんな下手くそやねんって感じで。よいしょ、 OK、 ゴフローは玉。そうそうそう、ここでね、あのキマリスをね温存しておくことによって、昨日ね僕怒ってたじゃないですか、軽くキマリス早く帰ってこいやほんま状態を僕避けれるので、んでさ、もうさ、よし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 、なんかさ、もう僕一番ね、このダンジョンでなんか一番パズルがうまく決まるときって必ず潜在玉ドラなんですよね。気負ったで、あ、火はまだありなんじゃないか。しかもキマリスを温存しといた甲斐がある。ちょっと組みやすいところで確実に四つ消ししていこう。こうやろ、でこうやろ、こうやろ、ええんちゃう？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 オッケー！レインボーメタルの輝き、闇！オッケー！まだあるよ、闇は。で、トリッシュで。これ防御力下がるんかな？知らんけど。そこまで詳しいギミックは知らんけどさ。光の数が渋い。渋い丸太鼓ですわ、もうほんま。いやー、ちょっと待って、水つながってる。オッケー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 、光落ちてきた。イエス。え、そこでリラチェンかいな。そこでリラチェンとは聞いとらんぞ。そうか、ランダムやもんな。これ3色ね、昨日発表されたんですけど、ちゃんとあの、昨日は発表されただけで、ちゃんと軽減も貼ってくれるし、で、この先ガブガブが出ることもないし、あの、いや、しかも、ティターニアさん、愛に満ちてるよ。ほんまさ、もう、そこに、愛はあるんかって聞かれたら、あるって答えちゃうよ、僕。そこに愛はあった。ん？え？いや、なんか3色消えてたよね。あ、そうかそうか。あ、なんか物足りんなと思ったら、音聞いてたら。そうかそうか、コンボ現象、コンボ現象、じゃあコンボ加算があれか、ないんか、片方のシールフの分。はい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 。今さ、指も伸びてるしさ。はい。光、何個繋がっとった今。もう超繋ぎ消しちゃうねんからさ、別に枝豆も作ろうとし、枝豆作る方のさ、消し方ないよ、あの繋げる個数は。あ、ごめんなさい。キマリス早く帰ってこいや、ほんまになる前にもう使っとこうか。いや、いやいや、今使っても意味ないわ。かわさなんか、今なんか、めっちゃキモい笑い方した。あ、え、ああ、そうか。ダブルゼータ残ってるから、属性吸収無効できるは思ったけど、火消せへんわ。そこまで、うちのパーティー、完璧じゃないし。これ攻撃していかないですよね。オッケー。さて。
そう、多いな、もう。いや、もう、こんだけさ、もう、火作られるとさ、もう、どうやって分割していいか分からんのよね、もう。もう、落ちてきて、4つに。危ねえな、今。ギリギリやったら、明らか。我の邪魔をするというのか、全くこいつやんけ、ほんま。うん。もう、雲いいからさ。雲いいからさ。スロック目覚めでしょ ?LG 気をつけて。LG 気をつけて。もう、これでいいよね。これ光落ちるんちゃう？お光落ちるんちゃうって言って、普通に落ち込んが降ってきただけでした。計算ミス。その空間認識能力が足りてないから。え？今トリッシュ使ってなかった僕。え、やっべ、それはやらかしたな。やばいって、またお前に負けるんかいな、ちょ、ま、それは勘弁よ。もう、さあ、同盟組もうぜ、もう。よし！よし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 。昨日はさ、お前も舐めてたよ。舐めてたけどさ、厄介なことであるには変わりないんよ。あんたのダメージ調整で舐めただけやから、もう許して。いや、ランダ。ランダやな。ボッコボコ言ってるわ。はい。はい。はい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 。ちょっと待って。ちょっと待って、はい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 、いや、ちょっとこれはさすがにね、あえてあれか、決まり数使わなかったらええんか。その方向でいこう。とりあえず気にしてしまえば、もう、もう、いや、ちょっと待って。さすがにこれはしとこ。なんか十字。よしよし、そういうのが欲しかった。よし、よし。一枚使って。ちょっとね、もうこの辺からちょっと黙りますわ、もう、僕。いや。よし。はい、はい、はい。よし。降ってきすぎや。そんな別に、僕もこの子、タコ殴りにすることは別に望んでない。ルーレット、これ。これどんな程度のスピードだったっけ？はい。いや、さすがに、じゃあ舐めてかかるの怖いから、指は伸びてると、ちょっと火になるまで待っとくか。いや、待っとけへんかった、ティターニアさんに指伸ばされても足りひんかった。それまでが、遅すぎた。よーし。14回。喋りすぎてね、喉乾いてきたんですわ。よしよしよし。で、エリオが、解除してもらって。はい。あれでしょ？貴族性でしょ？効果抜群やから。はい。イエッソー！たまー。やばい、これまた決まりす、早く帰ってこいや、ほんま状態になるで。いやー、どうしよう。ちょっと、アルティメットバスターで。
さすがにさ、ちょっと負け要素一つ潰したとはいえ、別に普通に負けるからね、僕。16。うん、うぎょーい。焦るわ、いいな、ほんま。いやー、しゃ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 。ええ感じちゃう、これ。ええ感じで、精神が研ぎ澄まされてるんじゃないでしょうか。いや、ちょ、全然、ごめん、嘘。水、盛大に繋がる。はい、すいません。言い切りました。よいしょ、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 よいしょ。さて、17回でございますね。お、ヘラ来たで、ヘラ来たで、ヘラ来たで。遅延とかないよね。え？あ、そっか。光消せないか。実はね、僕、ヘラさんは初見じゃないんですよ。ちゃんと来たんですよ。ただ、ヘラさんにお会いするのが、お久しぶりなだけで、お久しぶりでございます。ってだけで、その、あれなんですよ。来るのが久しぶりなんですよね、ここまで。おい、耐えれる？あぶねえ。ちょっと、キマリス早く帰ってこい、ほんまなる前に、これ使っといて、で、ちょっと光もやっぱ円波かけたいから、こっち行くか。よし、よし。はい、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 はい。さあ、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 ええ感情、ええ感情。よいしょ！ HP も申し分なし。18回誰？クンプー！クンプーね、ほんま、僕クンプーに負けてるんですよ。さっきから。さっきからというか、ずっとね。よしよしよし。水も滴るほどある。ということで、滴るほどあるんやけど、分割がうまいこといかん。いやー、光つながってもたか。オッケー、火降ってきた。いや、それはちょっとあかん。あ、優しい。優しい、優しい、優しい。痛い。どうしたらいいの。でもこれ使わんとな、 HP 回復できんしな。あれか。で、これちゃんと四つ消しでゴンゴン言わせたらいいってことか？これ以上ね、消すとね、多分覚醒無効とか飛んでくるんですよね。よしよしよし。いやー、ほんまに飛んできた。じゃあ、あとなんと、これだけ、これだけ耐えて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 。ほんまこれだけ耐えて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 。耐えて、耐えて、耐えて。なんならもうかわしてくれ。え？おお！ホッケー。あとは、色さえ決めれれば。よしよし、ドロー今日も入ったやろ。いや、ちょっとこうか。よしよしよし。イエス。全然回復しとらん、 HP が減らされたせいで。ちょっと待って、暗闇。ごめん、暗闇は 100% じゃなかったんよ。暗闇は 100% じゃなかったんよ。
ちょっと待ってーなー、ちょっと待ってーなー、ちょっと待ってよー。おっしよしよしよし、そんだけか。優しい優しい、心の拠り所、もう一個見つけた。よしよしよし、はい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 、よしよっしゃボス来た。え？え？え？痛いわ。よかった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 。でもキマリス早く帰ってこい、問題もないし。いやー、ちょっともうちょっと待ってほしかったな。そう、指開かせて飲ませた。勝って、水か。痛い痛い、痛すぎる。で、キマリスつこうて、水の四つ消し意識して、水の四つ消し意識して、ごめん光、無駄に 無理にいけんかった。オッケーオッケーして押し切った。木、次いける。いいなんじゃいそら、お前そっさカッチカチやんけん。いやー、もう今日もあかんかったね。もうね、ちょっと撮影時間もこれだけしかないんで、ちょ、夜どうしたいの。もういけた思ったよ、正直。クリアし、もう、クリアできる。やっと今日クリア動画を届けできるという自分がいました。多分その雑念が、ヨグソトースさんの怒りに震えたんでしょう。震えたんでしょう。いやどうしたいね、ほんま。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がもし良ければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと概要欄にも一応全部 SNS 関連を詰めたリンクも貼ってあるんで、そちらもチェックよろしくお願いします。いやー、勝てへんな。じゃあ次は、ほんまに次が最終回にするんで楽しみにしてください。それでは。